なんかでもこう指をこうしっかりこういうふうに立てるっていう考え方もあるんですけど、こうやって伸ばす指もあるんですね。ベタってこう何いくつか押さえる。で、お金の場合、その、まあ、クラリネットなんかも割とこういうふうに入れるんですけど、皆さん。だけど、こういうふうに感じしないとちょっとフォローできない。どうしどうしどうぞ。あ、言ってもいいですね。で、脱力して下ろす。力を抜いて下ろす。ね、息を吐くことと脱力同じ。少し伸ばす感じ。そうですね。ああ、そう。そんな感じね。そうそう。割と腹で押さえるのこれ。うん、これだいぶ違うでしょ、今までと。ね、そうすると、長い息ね、たくさん吸って。どうからどうしら。その指もしっかりね。どうしらそう。伸ばす。どうですか？今までと随分違いますよ。うん。で、音の立ち上がりというか、タッチが、いわゆる感じ、いい方よくなりますよね。で、今度 C フラットなんですけど、まあ、どうするか。で、今、音階ということなんで、CC っていうんじゃなくて、ドーシと C フラット一緒に。まあ、こういうちょっと難しい幅なんだけど、やってみましょう。ドーシ。ドーシドーシド。あ、完璧完璧。それとても良いです、今あれ。とても良いですね。ね、とても。こんな感じですね。なかなかはまんないんだよね。どうぞ。うん、とても良いですね。とても良いです。こんな感じにするね。もう一度、せーの。あ、ちょっと見て、そうです。それができるとね、全然違うかなと思います。どうですか、今やってみて。